ソールドアウトですよ。ソールドアウト売り切ればっかり食券のあれ、うん、使えないじゃん。使えないじゃん、うん、はい、ね、これがちらし寿司セット、お袋の味、ちらし寿司セット。これで750円です。お得じゃないですか。ボリューム多いですよ。すごいね、思ったよりすごい。これまず天ぷら。天ぷらはね、芋かな、ナスと玉ねぎとししとうかピーマンですね。で、抹茶の抹茶塩ですね。これ2です。本当だ。抹茶塩ですね。全然気づかなかった。美味しそう、うん、で、これが煮っころがし、うん、本当にね、美味しそうなんでしょ、これ。ほら、ふきなんやろ。大根か、冬瓜か知らないけど、茄子と、ごぼうと、芋と。で、こちらがこれ寒天です。そして、豆腐の田楽です。ちゃんと焼いて美味しそう。で、卵に黒豆。そして、こちらがメインのちらし寿司。美味しそうだよね。これで750円。お得やな。お得だと思うよね。はい、次こっちです。こちらが寒天ラーメン定食。定食、はい、こちらも天ぷらで、茄子とね、これなんやろね、芋かな。うん、芋の天ぷらが2品ついて、こちらが味ご飯、炊き込みご飯。美味しそうですね。うん、見た目は美味しそうですよ。そしてこちらがメインの寒天ラーメン。ムイ君がどうしてもって、あったかい。え？あ、本当だ。あったかい。さっき冷たいなと思ってた。今俺も冷たいと思って食って思ったら熱なって思った。あったかい。いや、美味しそうですよ、これ。見た、思ったより。思ったよりって。ねえ、チャーシューが入ってないね。まあいいか。まあ寒天だし、あっさりめなんでしょう。ね、いや、では皆さん、これで700円。700円、お得じゃないですか。意外とチャーハンラーメン食っても700円取られますもんね。ああ、そうね、そういえばね。じゃあ早速いただいて。いただいて。では皆さん、いただきます。ではまずね、これ、ああ、抹茶塩をつけて。そう、苦味と塩味で辛め、塩味と苦味うまい。いける？いける？いける、いける。へえ。うまい。煮物いってみます。はい。いいお味付け、うまい。葉っぱいらん。葉っぱいらん。食べようちゃうやろか。こんにゃく、手作りこんにゃくって感じだね。うまい。ちらし寿司いきます。うん、おいしい。おいしい。なんか鮮やかやな。うん、いや、ムン君食べてみて。おいしい。じゃあこっちもいただきますか。うん、これ取ったろうか。いや、いいっすよ、これで。すげえな、寒天ラーメン。寒天ラーメン。一口いります。今俺ちょっと食べてみるもん。ごめん、もらうね。はい。ほっ。ヘルシー。出汁の感じがいい。まあ、ちゃんと味染みてるよ。いや、染みてるんじゃなくて、ボコボコだから麺、うん、麺とスープがくっついてる、うまく。あのボコボコの穴、うんうんうん、穴の中にうまくスープが染み込んで美味しい。へえ。あ、それいいね、うまいぞ。こんなに熱くない。本当だ。なんか
もっと寒天のなんか無色の味が来るかなって思ったけど、意外と出汁が効いてるじゃん。スープと絡んでてうまいやろ、うん、あ、それ当たりやに。いや、ちらし寿司もなんか懐かしい味で美味しい。もうつけてみよう。あ、いいですか。うん、つけてつけて。あの、抹茶塩自体が食べるの初めて。抹茶なのかお茶なのか知らんけどな。やっぱいいね、こういうなんか塩味で味が補強されるわなあ。あと抹茶の、抹茶の香りいいね、おいしい。さつまいもだこれ。あ、じゃがいもだ。そうだよね、うん、じゃがいもだ。あ、でもこっちさつまいもだ。あ、さつまいもだ。どっちだよ。あ、これはでも人気出るわ。お、美味しいわ。つけはいいぞ、これ遠慮しんで。いや、うん、あ、もううまっ。うまこれは早めに来て食べてもらった方がいいね、うん、こう思うと前回のイケルが本当にきつかったなって思うな、うん、本当に美味しいもの逃してたわ。本当だよな、俺らやっぱりリベンジしてよかったね、うん、俺味付け出したことないと思ってた。いや、これで700円だぞ、750円だぞ。まあ確かにね、うん、手間賃なりなんなりでだいぶ中身しょぼいかなって思ったけど、そうそうそう、俺もそう思ったの。味が普通だとかさ、うん、いや、これだってヘンピーと思っとったもん俺。ん？ヘンピーと思っとった。これ、ほんと、なんかそこら辺の下手なラーメン屋よりいい出汁出てるよ。あー、うん、出汁はね、出汁はね、うん、ちらし寿司うめえじゃん。これ、お土産で買ってこかな俺。あ、さっき売ってたんですか。うん、なんか酸っぱくもない、甘くもない、甘くもないっていうか甘すぎずやろ。そう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 。甘くもない、甘くもないって言ったら失礼だな。で、また外で食えるっていうのいいよね、これ。絶対この大きな水車を見ながらさ。ただね、そんな量ないだろうって思って朝飯食ってたのが一番の失敗だった。すげえ量だもん、見とると。うん、あの、減らないの食べても。そうだね、だって結構深いもんな。うん、食べても食べてもなんか下手気しないの。これ意外とお得だぞなあ。あ、すげえ、久しぶりにガチでお腹いっぱいっていう、なんていうの、心が叫んでる。そうそう、心がさ、気持ちいいね。なんか松坂牛以来やね、気持ちも。あ、確かに、お腹も満腹になったの。今までの道の駅はクソやったもんな。あ、使うからだからわ。だ、いや、違う、食べたいって言ってたら2回目来たことってねえや。あ、だいたいそばかラーメンかのそこら辺のパクったラーメンとかさ、ひらりゅうコロッケしか食べてないから。そりゃ2回目ないわ。ひらりゅうコロッケだっておめえ、下で触らんと肉分からへんかったやん、味もね。そうだな、唯一わさびコロッケがもう一回行くかなぐらいですもんね。もう一回食べたいなと思うよな、あれ。あんな外れはポイント見せやがんのに。いや、あれはいいぞ。